1だとこんな待つんだね。ランドも出してきてるじゃん、ほぼほぼ。いいなこれ。まだ結構入園できてないね、この時間帯でも。コインロッカー見て、リゾートライナーかディズニーシーステーションのコインロッカー見て、今から入園するんですけど、暖かいね。現在気温14度。なんかアウターじゃなくてもいい感じだね、これ。ジャンパーとかピーコートとかで全然いい感じです。ここからさ、何分に入園できるのかな。ちなみに現在ソアリンが160分、マーメイドラグーンもやっぱ5分待ちで、インディも9時半の時点75分だね。レイジングも60、すごいな。アクアトピア側は空いてて、タワーオブテラー100分、トイストーリーマニア130。いや、今から入園でやっと、まあ大型アトラクション乗りたかったらやっぱりプレミア、やっぱり今から乗りたかったらもうプレミアアクセス使うのがいいよね。あとはディズニープレミアアクセスは入園してからじゃないと買えないのでご注意ください。やっぱり23分ぐらいはかかってるね。この今って8時15分に一般開園になるから、ちょうど1時間30分ぐらい経ってる感じか。どうしよっかな、朝食食べよっかな。いやてか花粉がやばい。あとはやっぱり発注車がちょっと列が9時40分でも長いね。めっちゃメディテレーニアンハーバー人が多い。朝食のレストランママビスコッティーズもちょっと列できてますね。タワテラが恐ろしいことになってる。絶対これプレミアアクセス買った方がいいでしょう。チケットの枚数選択して、足りなかったらまあパスポート読み込んでください。カメラでまず1枚でしょう。全部余ってね。ソアリンは10時前で何分だ。あ、もう13時からだ。まあだけどプレミアアクセスは10時前は全部余ってる、平日でも。いやでも平日とは言えんよな、この混みは。ちょっとえぐすぎる。インディーとか85分になってる。でもトレイル空いてるんだよね。ドナちゃんに会いに行きたい。はい、ということでママビスコッティーズ、今日朝食はね、マイクメロンパンとコーヒータピオカラテにしました。コーヒータピオカラテ、気づいたらさ、タピオカがあれだよね、なんか黒色のタピオカじゃなくなってるよね。まあ、こんな感じでママビスコッティーズベーカリーは朝食のメニューがあります。軽食だね、軽食のメニューがあります。
コーヒータピオカ美味しい。インディとんでもない列になってるね。うわ、久しぶりに3つのグリーティング施設が動いてる。懐かしいこの画面。ドナちゃんおかえり。それでは並んでいきましょう。エントリー受付やっていこう。当たるかな、なんかビッグバンドビート当たればもう文句なしよな。ちょっとミニタイム、ウィーラブミニとかぶせるわ。当たれ当たれ当たれ、見たい。うちなら余ってるね、まだ。ドナルド、イエーイ。久しぶりこの衣装、めっちゃ好きなの。そう、うわ、もうさすが似合ってるよ。そう、あ、そうそう、ドナルドと、うん、何何、あ、そうそう、全身、そう、今日はね、もうドナちゃんのためにもうお祝いしに来ましたから、もちろん。で、一緒に写真撮っていい？ありがとう。ドナルド連れてきたから ね、 ね、もうお洋服もね、デイジーちゃんもいるよ、デイジーちゃんもいるからね。ありがとう。じゃあこの後も楽しむね、バイバイ。インディ75分だね。ちょっとシングルライダー空いてるか見ていきます。はい、シングルライダー、はい、シングルライダー全然いないんだけど、なんか友達同士じゃなかったら0分待ちじゃない、シングルライダー。ごめんなさい、ちょっと電話があったんで切ったんですけど、まあ、お友達同士とかでもバラバラでよかったら、まあ、こんな感じですぐ75分節約して10分で乗れたりします。ちなみに2月の下旬からレイジングスピリッツもシングルライダー実施しています。久しぶりだ、この真ん中通る感じ。シングルライダー1人だけ待ってる。めっちゃ早いね。カメラは構えててくださいね。いってらっしゃい。あ、そう、全身ドナなの。あ、ごめんねごめんね、今度持ってくるから。デール、バイバイ。行っちゃった。かわいい。チップめっちゃ俺に反応してくれてる。現在11時35分前後なんですけど、ミニーちゃんのハーバーグリーティングはまあ相変わらずというか2、3列目ぐらいって感じですね。なのでもう場所を選ばない方は全然10分前とかでもハーバーグリーティングね、もうハロウィン、クリスマス、ミニーちゃん、いつもこんな感じだよね。ハーバーショーやっぱやってほしいな。そして12時15分の初回公演のビッグバンドビートは自由席があるんですけど、まだ並べます。30分前でもこの時期でもやっぱ並べるね。3月は相変わらず4公演です。4月のね、確か中旬ぐらいから公式サイトを確認できるんですけど、確か前みたいに5回公演に戻ってたはず。もうお昼ご飯前っていうのか、11時50分前、ちょっと屋外までニューヨークデリも列できてます。それでは3月中旬、上旬中旬の間くらい、まあ午後なんですけど、東京ディズニーシーのパーク一周していきます。ちょうどお昼ご飯が終わったあたりの時間ですね。そして本当に久しぶりにディズニーシー来たけど、久しぶりってわけでもないから、2週間ぶりに来たら、まあやっぱり3月に入って暖かいのか、ロング T シャツだけとか、僕ももう今シャツ1枚です。めっちゃ暖かい。
風がないからそこまで寒くなくて春だなって感じの気温です。あとはやっぱり朝と夜はまだ冷え込むから、まあ、ピーコートとかアウターってほどではないけど、まあ、ちょっと羽織れるものっていうか上着は用意しておいた方がいいと思います。あと花粉がめちゃくちゃ強いんで、花粉症持ちの方はあの花粉症対策の薬も用意しておくといいです。まあ、あとやっぱり日差しが強いんで日傘とかもね、肌焼けしたくない方、日焼けしたくない方か、日焼けしたくない方は日焼け止めも用意しましょう。それではこの道なりずっと進んで、まあ、ザンビーディのこの階段を渡ってソアリンの待ち時間見ていきましょう。いやー、ソアリンもすごい待ち列。そういえばね、アトラクションに並びながらお食事可能になりました、2月25日から。ただね、食べ終わったらすぐマスク着用してねっていうアナウンスがあります。ソアリンは140分待ち。さっきよりは待ち時間下がってるね。ちなみにもうソアリンのディズニープレミアアクセスは品切れしていました。やっぱりチケット今日完売してるもんね、平日だけど。めちゃくちゃ人多いんすよ。まあ、大体混む日とかだったらやっぱりソアリンって午前中や10時頃になくなること多いんで、まあ、早く入園できる方はできるだけ早めのご購入をお勧めします。あとはソアリンはもう夕方以降が結構待ち時間少って印象かな。それではこのままミステリアスアイランド入っていきましょう。そしてミステリアスアイランド入ろうと思ったら、すごいな、センターオブジアースがここまで急ラインできてる。それでは人が多いんですけど、ミステリアスアイランドの中入っていきます。やばいな。なんかほんとさ、今日来てる層がさ、あのお友達同士とか彼氏彼女とかカップルとか、ほんと10代20代って感じ。8割型春キャンだよね。2割ぐらいが本当家族連れ。2割もいるかこれ。もうなんか本当に若い子がめっちゃ今日多い。センターオブジアースは120分待ち。本当にすごいね、若い子だらけ。ミステリアスアイランドも、餃子ドッグも、餃子ドッグはまあ階段の下あたりなんで20分から25分ぐらいじゃないのかな。まあ、ただやっぱぐるって一周してますね。餃子ドッグが買えるノーチラスギャレ。あ、手振ってくれてる。いいね、このディズニーって感じがすごくする。それではこのまま海底2万マイル目指しましょう。海底2万マイルもここが最後尾か。これ20分か25分予想。すげえ。なんか朝一のラッシュ並みにできてんね。朝一のこの9時の時間帯とか混んでる日ってこれぐらい列できるんですよ、海底2万マイル。予想ここからだと25分ぐらい、20か25だと思います。よし、ビンゴ、25分。ただ13時35分で25分なので、まあみんなやっぱりもうご飯食べ終わってアトラクション乗る方が多い時間帯じゃないのかなと思います。本当に見てわかる通り家族連れを全然見ないんだけど今日。でも中華屋さんのボルケイニアは屋外まで列できてるね、この時間帯でも。まあだけどここからだったらまあ20分ぐらいじゃないのかな。比較的待ち時間少ない方だと思います。あの私自身がちょっと病み上がりなので、あんまり声が出てなかったりガラガラだったりするんですけど、まあ、無理のない範囲で喋るので、まあ、至らないところあるかもしれないんですがご了承ください。そして道を進むとポテトチュロスが売っております。デミグラスチュロスですね、カッコポテト。これもワンコインで買えたっけ。ワンコインだね。熱々で芋餅みたいな食感で美味しいんだよね。
意外と列短いな、20分ぐらいだ。それではこのままミステリアスアイランド出てマーメイドラグーン入っていきます。マジで家族連れを全然見ない。ポップコーンもさ、ソアリン前もそこまで列できてなくて、やっぱお子様が少ないのか、ポップコーンアホンは春キャン平日チケット完売日でもそんなに長くないな。まだ土曜日とかの方が長く感じる。というわけでマーメイドラグーン入りました。いや、めっちゃ天気いいな。ほんとなんかディズニー日和って感じ。それではこのままマーメイドラグーンの中アンダーザシー入っていきましょう。マーメイドラグーンの屋外の抹茶ホワイトチョコレートもこんな感じで全然列できてないです。マーメイドラグーンの中で公演していたマーメイドラグーンシアターは臨時休園があった2020年の7月から運営休止になっています。まあおそらく今年には運営再開してくれるんじゃないのかなと私は期待をしております。マーメイドラグーンの中のセバスチャンのカリプソキッチンも特に待ち列少なくてすぐお会計できます。メニューこんな感じで、新しくフレンチフライのエクストララージも新発売になっています。セバスチャンのカリプソキッチンの向かい側にアイスクリームが売ってるワゴンがあるんですけど、そこもねちょっと列が長いですね。まああとはスリーピーホエールっていうショップもちょっとゲストが多いかな。この奥のマーメイドトレジャーで今売ってるカプセルトイ見ていきます。マーメイドトレジャー、新しいカプセルトイなのかちょっと列長いですね。それではマーメイドラグーン出てアラビアンコースト入ります。ちょっと風が吹いてきてるけど、まあ涼しい感じだな。いやマジで気候が最高にいい。カレーのフレーバーもちょっと列できてるぐらいだね。ズートピアのバケット、いやそんな列できてないね。すぐお会計できます。キャラクター誰か遊びに来てないかな。この前さ、パーク一周の土曜日でコメントがあったんだけど、ガラス商品見たところ、まあその動画でも説明はしてるんだけど、ここなんですよね、アグラバーマーケットプレイス。ここのショップでガラス製品が売ってます。ここですね。あとここのね、ジャスミンとかアラジンのキャラクターが窓になってて、フォトスポットみたいな感じで撮れておすすめです。個人的にはこのアラジンが好き。
キャラバンカルーセルも短そうだね、待ち列。あとこのキャラバンカルーセルの横は意外とね目立ってない場所にあって、お手洗い混んでる日でも結構空いてたりして穴場です。マジックランプシアターも屋外まで列できてなくて、やっぱりまあ今日アトラクションの待ち時間長いけど絶叫にゲストが集中してる感じがする。家族連れを本当に見ない。ちょっとはいるけど、大体大人のお友達同士来てる人が多いな。マジックランプシアター20分待ち。ブーズバザールも列が短いね。まあやっぱりこういうねジャスミンの噴水の前のフォトスポットとかも人気だ。アラジンのこのカメラマン撮影もやってる。できます。この人とここの通りが結構落ち着いていて僕好きです。すごいね、このレイジングのおそらく列だよね。ずっとできてんだけど、レイジングこれどこまで列できてんの。アラビアンコーストの奥の奥まで伸ばしてる。え、まだ奥まであんの。嘘でしょ。あ、見えた見えた、レイジングスピリッツの最後尾。ここまでできてるレイジング。ここから70分だって。チャイシュガーのチュロス、オープンセサミは半周ぐらいですね。そこまで伸びてないな。まあシンドバッドも5分から10分ぐらい。とりあえず絶叫がやばいです。今日は絶叫と食べ歩きフードが長い。シンドバッドは5分待ち。ジャスミンのフライングカーペットは長いな、25分。それではこのままロストリバーデルタ入っていきます。ロストリバーデルタ入りたいんだが、入らせてくれるか。これどうなってんの、これレイジングの列がぐっちゃぐっちゃ。出た出た、交通規制だ。あ、通れるタイミングだ。よし通るぞ。通行止めになったレイジング。それではロストリバーデルタ入りました。レイジングスピリッツは先ほどキャストさんが言ってて70分待ちでした。レイジングもすごいけど、このレイジング横のロストリバークックハウスもね列が長いんですよ。ここのチキンは今だったらミゲルズエルドラドキャンティーナでも売ってるので、もしねチキンの列長かったらミゲルズエルドラドキャンティーナ行ってみてください。まあ、ちょっとこの後見てみようか。絶対ミゲルズの方がこれ空いてると思う。ショート動画は出したんやけど、リトルグリーンマン売ってるんだ片方で。グリーンマンもちょっと長いな。この橋はリトルグリーンマンの列、わーすっごい人。あ、チキンはそこまででも伸びてないな。ここら辺だ。なんか本当にロストリバーデルタ入ると思うんだけどさ、ゲストマジで多すぎて昔のパークを思い出すよね。でもまださ、コロナ前のパークってさ、ファストパスがあった時じゃん。ソアリン28分とか、トイマ280とか、まだ今より、まあ、今も長い方だけど、まだちょっと人入れてた感じはあるよね。ユカタンはさすがにもう14時ぐらいなんで、列できてないです。
このままインディージョーンズグリーティングトレイル朝待ち時間見たとこ見ていきましょう。インディージョーンズ70分待ち。ウカタンソーセージドッグも思ったより列できてない。10分ぐらいで買える。グリーティングトレイルはそんなに待ち時間長くない。いやドナちゃん30分、また行きたいな。ちょっとこれはい、ということで今ねグリーティングトレイルこの橋渡ってハンガーステージ前来ました。ハンガーステージ前もそろそろソングオブミラージュ期待したいよね。でハンガーステージ横はソルトのフレーバーも列できてないです。それではこの道、あー風がねごめんなさい強いと思うんですけど、ポートディスカバリーへ目指します。それではポートディスカバリー入りました。このシーライダーが見えてるんですけど、シーライダーの向かい側にある寿司ロールとかがお取り扱いのベイサイドテイクアウトか、もうそこまで列できてないね。食べ歩きフードが思ったより列できてない。今日なんかすごい列できるかなって思ったけど、あ、いやでもちょっと長いな。ここまでできてるわ。まって言っても15分20分ぐらいだな。午前中の方がやっぱ食べ歩きフードは列できやすいかもね。午後の方がいつも空いてるよね。シーライダーもまあ今の時間帯長いかな。家族連れが今日少ないから20分ぐらいじゃないのかな。シーライダー家族連れっていう印象あるんだよね。予想20、惜しい25分。お、エレクトリックレールウェイ来たよ。それではこのまま右へ行きます。アクアトピアの待ち時間見ていきましょう。アクアトピアは多分今日天気いいから長いだろうね。今このアクアトピアの道通ってきたんですけど、ここのポートディスカバリーを、まあ、左に行くとメディテレーニアンハーバーに行ける道のワゴンがあるんですけど、ここがミッキーチュロスのシナモン味。ちょっと待ち列長いです。ここだからまあちょっと分かりづらいところにワゴンあるよね。それではこのままいつも通り道なり進んでケープコットを目指しましょう。そしてこのアクアトピアの裏側にあるシーサイドスナック浮輪マンが相変わらず列長いですね。この前ディズニーシーの大満喫コースでこれぐらいで並んだら15分ぐらいだったね、お会計できたの。よかったらディズニーシーはね大満喫コースの動画、攻略法の動画出してますので、1日の立ち回り方過去動画ぜひご視聴ください。そしてこの地面の色が変わってケープコット入っていきます。お、さっきガチャガチャで当たっ、ガチャガチャというかカプセルトイで当たった灯台だわ。ケープコットはこののどかな雰囲気いいよね。まあでも人が多いですね。はい、久しぶりにおばさん家の畑見てる。白菜、キャベツ、ブロッコリー、また育ってきてますね野菜。3月に入ってまだ渡り鳥さんたちたくさんいますね。毛づくろいしていてかわいい。ずっと見ていられる。そういえばダッフィー&フレンズのサークルオブフレンドシップも、ね、ディズニーシーでは実施していて、スーベニア全部売っていますね。スナックケースはでも少ない。大満喫コースでも食べたけど、この470円のクッキーサンドがワンコインで買えて休憩におすすめです。歩き疲れたんで休憩していきます。今年もさ、このクッキー&ドリンク飲めるのめっちゃ嬉しい。こんな感じで自分はねがっつりもう入れちゃいます。この溶けたワッフルがいいんだよね。はい、ということで休憩終わり。ダッフィーは50分待ちだ。
はい、というわけでアメリカンウォーターフロントのニューヨークエリアに入りました。ジャンボリミッキーが公演してるドックサイドステージも初回公演は全部自由席なんですけど、あとはもう外れちゃったらこんな感じで屋外から見る感じです。 SS コロンビアの前のバーナクルビルズもそこまで列できてない。ここはね、骨付きソーセージ美味しいんだよね。あとはハートランドビールとかもありますよ。ごめんなさい、めっちゃゴーゴー音すると思うんですけど、午後になって急に風が強くなりました。きなこチロスを取り扱いのハドソンリバーハーベストはちょっと長いね、30分ぐらいかかりそう。タートルトークの待ち時間見ていきます。それではタワーオブテラーの待ち時間見ていきましょう。そうだ、タワーオブテラーの待ち時間見る前にタワーオブテラーの横のタワーオブテラーメモラビリアで今売ってるカプセルトイ見ていきます。このファストパス発見所曲がりますよ。いやー、早くまたピンマイク届いてほしいな。タワーオブテラーはツアー ABC 全部動いていて100分待ちでした。やっぱツアー3つ動かすと回転率いいですね。このままトイストーリーマニア目指します。まっすぐ行きますよ。トイマニ何分待ちかな。3時13分頃トイストーリーマニア120分待ち。ちなみに15時の時間帯でもトイストーリーマニアとセンターオブジアースはディズニープレミアクセスは待ってます。結局ダッフィーのサークルオブフレンドシップはほとんどグッズ余ってるね。前よりやっぱり人気が落ち着いたのかな。